どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。遅くなったのじゃが、古びたガソリンスタンド行っておったら、何やらストーリー展開があったのじゃよ。ひとまずリベッターのところへ。ついてないわね、大昔のことだし、悲しくはないけど。大勢死んだから、重要なのは、古びたガソリンスタンドに金庫があるってことよ。いいものが入っているはずよ。ストライダーの格言では、死者に戦利品は必要ない。古びたガソリンスタンドに行って、金庫を探しましょう。いいわね。なんじゃと、さっきガソリンスタンドは終わったはずじゃが、これはリセット後に行くのじゃろうか。それとも今行ってもいいのかのう。確認しに行ってみることにしようじゃないか。おう、ジュール、元気じゃったか。石で水切りができるじゃと。またおかしなことを言っておる、わら。ということでじゃな、古びたガソリンスタンドに着いたのじゃが。おう、これは。ストライダーの目印じゃと、これは現在関係ないようじゃな。うほ、アイテムが入っておったじゃないか。プッシュプル20個も入っておる。金庫を探せとか言っておったが、これが金庫なんじゃろうか。ということでシェルターに戻ってきたが、ゲットできたアイテムはこちらじゃ。インスタント写真ってのが入っておった。これはなんじゃろうか。習得というボタンが押せるみたいじゃが、ポチッと押してみるかのう。おう、これはまた幸せそうな写真じゃないか。2021年8月12日、未来に向けてのメッセージなのか。これはどちらかが行方不明のルカなんじゃろうかのう。それとも関係ない人か。まあ、それはいいかのう、わら。そんでもって旅行者のユックもゲットしておる。このユックをゲットできたのは初めてじゃのう。死んでもうて何度か作ったことはあるがな、わら。それでこれはどうなっただろう。おう、クエストクリアとなったな。ということはガソリンスタンドのストーリーはこれで終わったってことじゃろうか。ヒントのところで確認してみよう。あや、終わっているじゃないか。14分の14になっておる。実際にはガソリンスタンドクリアしたのは13回じゃったはず。14回目は先ほどの金庫開けるだけじゃった。ということで、古びたガソリンスタンドのストーリーはクリアした。だいぶ遅いクリアになってしまったのじゃが、皆さんはクリアしたじゃろうか。ストーリー的なものはもう今のところないのじゃないのこれ。倉庫も終わったしな。ということで今回は古びたガソリンスタンドのストーリークリアでした。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録、評価、コメントなどを待っているぞよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。